おう、セブン。あ、やっと会えたね。今回はいろいろとお疲れ様。ちなみに、お疲れ様って言葉はなかなか海外での翻訳が難しくて、ロシア語も該当する一言ってないんだよ。そうなんだな。セブンこそ最初の外部通信の時はナイスアシストだったぜ。うん、ポジャール人、どういたしまして。うん、よ、なんだか久しぶりだな。どうやらこの一件でますます腕を上げたようだな。の、わかるか。熟練度を見るまでもなくわかる。お前から感じる感覚が以前とは異なっているから。そういうのは情報圧っていうらしいぜ。情報圧か。面白い言い回しだ。私もそうだけど、スメラギ君も今回の事件の間は ALO にダイブできなかったでしょ。その間、スメラギ君は別の VR ゲームをプレイしてたんだよ。このままじゃキリトに置いていかれるって、なんか必死にやってたみたい。そうなのか。セブン、余計なことを言うんじゃない。いいじゃない。でも別にコンバートしてるわけじゃないから経験値引き継げないのにね。まあそうだが、プレイの勘どころは別ゲームでも研ぎ澄ませるって俺は思ってるぜ。現にスメラギの情報圧も前とはだいぶ違う気がする。なんだか二人とも時代劇で決闘する前のお侍さんみたいだね。決闘か。いいな、久しぶりにデュエルするか。面白い、その自信にあふれたセリフ、いつまで言えるか見ものだな。よし、じゃあ場所を決めようぜ。結局この二人っていつもこうなるのね。よし、ここでいいか。ああ。スメラギ君、しっかり。キリト君も頑張れ。セブンはどっちを応援してるんだ。俺に決まっているだろう。お前への声援は形式上のものだ。負けて応援もされないとさすがに不憫だと思った。スメラギ、お前セブンへの偏愛っぷりが前よりも加速してないか。バカを言うな。そんなことはない。貴様、戦いを前に卑怯な俺を動揺させる気か。いや、そういうつもりはなかったんですけど。もういい、さっさと始めるぞ。ああ、ここからが本番だ。ああ、今の実力を見せてみろ。シュート、コネクト。そこだな。これで消えてやる。さすがだな、スメラギ、俺の想像以上だ。お前、まさかここまで実力をつけていたとはな。二人か。よし、俺の勝ちだ。お前がデュエル開始時に余計なことを言うからだ。いや、今のは奇弁だな。お前の実力だ。素直に負けを認めよう。いや、いいデュエルだったね。ああ、そうだな。俺も久々にいい汗を流したって感じだ。お前とのデュエルは不思議なほどに満ち足りた心地よさがある。キリト、またやるぞ。なあ、一戦でも二戦でも相手になるぜ。それはまたおいおいやるとして、
私たちダイブしてきたの久々なんだから、もっと先にやることあるでしょ。侵食されたスバルトエリアを私たちも堪能したいんだから。そうだったな。いろいろと面白いフィールドが多いんだぜ。期待してくれ。ってことは案内してくれるんだよね。ああ、もちろんだ。